山との伝統野菜、うだ金んごぼうごぼうだきんごは、菊科の根菜で、奈良県宇だ市特産のごぼうである。県内で古くから栽培され、親しまれてきた伝統野菜の一つとして、奈良県により、山と野菜に認定されている。宇だでは、昔からごぼの生産が、盛んに行われており、1891年の、山と国町村詩集には、うだ群の灰原村、稲助村、 神戸村、政治村、ママの複数の集落で物産としてごぼうが挙げられている。明治初期から山和ごぼうまたはうだごぼうの名で京阪神市場に知られ高い評価を受けていた。1924年の本場における素材栽培秘法にうだごぼうの振興法の項があり、この頃にはごぼう生産の本場とされていたことがわかる。それによると振興法は 人件費がかかるが納管期なので採算が合うと言われると記されている。収穫時の重労働と後継者不足、労働力不足、連作障害などの理由で戦後は衰退していたが掘り取り作業が機械化され、また2005年10月5日に大和野菜に認定されたことで栽培が増えている。宇田市の年室で 保水性に優れ粒子が細かい土壌と、昼夜の温度差が生み出した冬土産物であると言える。栽培される土壌には、キララが多く含まれ、掘り出したごぼうの表面について、金粉をまぶしたようにキラキラと美しく輝くことから、金ごぼうあるいは金粉ごぼうと呼ばれ、特に正月の縁起物として珍重された。長いもので130センチメートルほど、 直径は7センチメートルを超えるものもある。柔らかな肉質でありながら、歯触りが良く、ごぼう特有の方向と風味に優れた、非常に質の高いごぼうである。宇だ市、灰原など、宇だ地方でも、比較的平坦な口宇だと呼ばれる地域。宇だ金ごぼうの梅味噌付け太い方が身が柔らかく、細いものは、カリカリとした食感を楽しめる。叩きごぼう、煮しめ、きんぴら、 天ぷら、荒炊き等、用途は広い。地元では、酒と醤油で味付けして炊き上げる、ごぼう飯としても食べられる。また、パリパリとした食感を活かして、漬物にも加工されている。ありがとうございます。